クソなんてこった、早く飯食って仕事に行かなきゃならねえっていうのに夏バテに襲われて力が入らねえ。このままじゃ大事な会議に遅刻してしまう。一体どうすれば。お困りのようじゃの。神様、灼熱の猛暑に抗う人の子よ、その険しき道を進むためお主に神の奇跡を授けよう。これは、いやー、暑いからそうめんってなんかひねりがなさすぎるし、正直今年ももう結構食ってるんで飽きてるっていうか。うるせえ、早く食って仕事行けや、ぶちのめすぞ。ごめんなさい。さあ時間もないんで早速作っていきましょうか。一応そうめんのレシピでしたら、去年は鶏塩レモンとキュウリ、今年は新しいタイプのキュウリそうめんなんか作りましたんで、今回は女性人気を狙って豚しゃぶ豆乳ごまだれそうめんなんていかがでしょうか。なんちゃってヘルシー感が強いんで OL さんとかに受けそうじゃないですかね。なんじゃやけに女性人気を気にするの。いや最近ふとチャンネル視聴者の男女比っていうのを見たんですよ。ふむ。こちらが2021年のデータです。おお、狙い通りじゃないかの。で今年がこちら。なんでこうなった？わかりませんよ。酒飲んでつまみ作って仕事サボって酒飲んでたらいつの間にかむさ苦しい野郎チャンネルになってたんです。うん、そういうとこだと思うよ。さあ、ご覧の材料をボウルに突っ込んだらホイッパーを使ってしっかりと混ぜ合わせていきましょう。結構練りごまが溶けづらいかと思いますので、ダマが残らないように全力で頑張ってください。うん、そういうとこだと。これで今回のそうめんつゆの完成です。もう作るのがめんどくさいっていう人はここで終わってしまっても構いませんが、頑張れる方は豚しゃぶいっちゃいましょう。いい感じのフライパンに水と酒を突っ込みましたら、こいつを火にかけていきます。最初のうちはちょっと強めにガンガンと温めまして、鍋底からプツプツと泡が出てくるくらいになりましたら弱火に落としてください。で、あとはそこへ豚バラを突っ込んでしゃぶしゃぶしていきます。あんまりゴリゴリに沸かしたお湯でやっちゃうとすぐ硬くなってしまうので、こうやって優しく火を入れていきましょう。まあゴリゴリが好きな方はゴリゴリに火を入れてもらって全然大丈夫なんですが、こうしっかりと火が入って白っぽくはなりつつも若干ピンク味がうっすら残ってるかなぐらいが柔らかくて美味しいですかね。そしたらしゃぶしゃぶし終えたお肉からお湯を切って豆乳ごまつゆに突っ込んでいってください。氷水で冷やすとお肉が硬くなりがちで若干水っぽさも出てしまいますので、まあ、だったらつゆを冷やすついでにお肉も冷やしちゃおうぜって感じです。ラップをして冷蔵庫に突っ込んでおきましょう。あとはトッピングの野菜たちですね。まあ簡単にキュウリやトマト、水菜なんかがあれば涼しげでいいんじゃないでしょうか。まずキュウリの方は斜めにスライスしまして、でそいつを細くカットしていきましょう。トマトは食べやすいようにくし形にざっくりとカットしまして、で水菜も食いたいだけザクザクにしちゃってください。こんな感じでトッピングは OK ですね。そしたらそうめん茹でていきましょう。まあこれは食いたいだけ用意しちゃってください。一応つゆの方は2人分ありますので、あーすいません、2回分ありますので、画面の前の皆さんは安心して2回食べてくださいね。茹で上がりましたらガッチガチに冷やして、でつゆが薄くならないようにしっかりと水気は切っておきましょう。はい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 。あとは器に盛ってたっぷりとつゆを注いで、つけておいたお肉と用意した野菜、あと最後に少しラー油とごま油を垂らしてあげれば、夏バテ気味でも秒で吸い込めるたっぷり野菜の豆乳ごまだれそうめんの完成です。ふむ、見せてもらったぞ人の子よ。これなら暑い季節でもしっかりと朝ごはんをとることができるの。仕事にも一層身が入るというものじゃ。え